大人の世界にこそ北斗がごとく、北斗の拳と龍がごとくがね、一つになったゲームですけども、本日3月8日発売ということで、早速買ってまいりまして、プレミアムエディションの方買ってまいりまして、ね、まずは最初からやってみましょう。一応体験版をやってるんでね、一通りの使い方は、お、かっこいい。最初から続きから。いや、最初からですよ。うん、セーブなんかしてないよ。うん、続きからってやっとったの。続きからってだって、初めて、ほら、そうやってないんだね。まあ、なんで最初からここに続きからになってたのね。差もありそうな感じで。じゃあ、最初から、はい。これ、ケンシロウですね。はい。もちろん。いやー、これ難しいとこですけど、やっぱハードでやった方がいいのかな。アクション自信のある方に、まあハードでやってみましょうか。ちょっとね、これマイルドにしません。これね、血がちょっとこうドバーッと出るし、しませんよ、ね、はい、やっぱりね、アニメ版でなんかもう直球でしたからもう、はい、あ、シリーズ、あー、最上級缶詰、はい、そう、龍が如くシリーズのね、セーブデータがあるとこういう風に得点がもらえるというのはね、今までの伝統なんですけども、はい。ぶっ殺してやる、死ね。お。はい、体験版でもね、このシーンありましたね。真のこの居城からスタートする感じなんでしょうかね。いきなり真と戦うところから、うん、このバックボーンというか、この初め真と戦うのはなぜなのかっていうのも一応やってくれるのかな、この後。あ、ちょっと待ってくださいね。この一応これ見てみましょうか、アイテム。あ、これ缶詰と、あ、体験版の時いろいろ肉とかあったのにこれしかないんだ今回は。はいね、はい、体験までは死なないようにね、いろいろ、あえて、あ、装備もないし、怖いね、はい。まあ、行ってみましょうか。はい、ここが貴様の墓場だ。行きますよ。あ、これで教えてくれるのか、はい。まあ、チュートリアルなんで、ここはね。はい。フィニッシュブロー、はい。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 L1 でガード、はい。ちょっと待って、うまく。こっちだ、こっちだ。はい。はい。もういいかな。はい、ガード以外にスウェーでね、はい、終わりました。はい、はい、来い、どっからでも来い。思いっきりこれです。まあ、これやってればクリアになっちゃう。生命力がね、はい、北斗姿勢のこの辺がね、どんどん溜まっていくとバーストするということで、はい、わかりました。はい、行きましょう。はい、R1 でロックオン。いろいろやってみたいな。よし、いいぞ。やっぱこれがかっこいいね、やっぱり。なっても。まだやられないんだもんね、これでね。あれだけ連絡くらっといてね。はい。あ、なんか星ゲットしましたよ。ちょっと、溜め攻撃もやっぱ。お、はい、OK。敵を倒して、
宿命ポイントを獲得、レベルが上がりました。はい、粛清玉っていうのかな、購入しました。はい、わかりました。はい、うん、じゃあこれ解放してみましょうか、早速ね。うん、ここら辺は体験版でも一緒ですね。はい、これをやればいいのかな。はい、北斗百裂拳ね、まずはやっぱりね、北斗百裂拳、はい、ゲットしました。はい、うん、能力解放はケンシロウがさらに強くなる上で、うん、この辺も龍が如くシリーズやってるのとはね一緒です。はい、行きましょう、どんどん行きますよ。お、シン、この前のシーンやるのかな、ちゃんと。それが大事なんだけどな。ね、なんでシーンと戦う運命にあるのかっていうとこね。飛行。はい。飛行ですよ。飛行得意ですよ、もう。あ、ちょっと。いきます。あれ？はい。え、なんだこれ。ん、なんかよくわかんないことないです。はい。これね。これがタイミングよく押さないと悪いんです。あ、失敗した。はい。破人的ね。これタイミング結構難しいんですよね。毎回毎回ね。うん、あ、しまった。大体でいいんだよ、これ。残骸剣、残骸剣、貴様は死んだ、ごめんなさいって。あ、はい、簡単量産派ね。はい、溜まりましたよ。はい、うん、溜まっていきますね。バーストするのね。バツバツで跳躍できるバーストが発動できる合図です。バースト状態中はバツバツ丸で強力な飛び蹴りが可能ですが、どれかほどさらに、はい、いきますか。ん、敵をすべて倒す。バツバツ丸、あ、これか。はい、また一緒です。はい、残骸剣、ちょっと違う技も出してみましょうか。どこだ、あとイメージでいこう。どこだ、え、ここ、あ、あと上か。はい、ちょっともったいなかったな、このバーストが。無駄なあがきはやめる。北斗、骸骨拳。骸骨拳。はい。いろんなものありますよ。せっかくだったらね、飛行つきたいところなんだけど、ちょっとこういう強敵には。はい、大体で、大体だ、金色なんでね、ぴったりじゃなくても。ジャスト飛行ってやつを作ると確かね、あの安倍氏とかね、キレブとかの陣が落ちてきたの武器として使えるっていう。何回も使う。はい、北斗残骸剣、3秒後に貴様は死ぬ。うん、問題ないですね。はい、全部倒したぞ。シンいるか。
探したぞ。体験場と一緒なんだな、この辺はね。ケンシロウか。ここへ何をしに来た。ユリアを返せ。ユリアだと？忘れたのか、ケンシロウ。あの日のこと。そう、あの日のこと、これが大事だ。お前の婚約者は俺のものになったんだよ。忘れたとは言わせんぞ。お前が俺に無様に切り刻まれ、血と涙を流しながら地面に這いつくばったあの日だ。お前は剣で俺に勝つこともできず、愛する女を守ることもできなかった。全ては甘ったれたお前の考えが招いた結果だ。その胸に傷を負った程度で死なずに済んだ理由を忘れたのか。お前を殺そうとする俺をユリアが止めたからだろう。俺に一生ついていきますと泣き叫びながらな。女に守られ生き延びた惨めな男よ。今なら見逃してやる。あの日地獄へ落ちたも同然の奴への最後の情けだ。言いたいことはそれだけか。何？俺は貴様に会うために地獄の底から這い戻った。もう一度俺に負けるために来たのか、バカな男だ。少しはやるようになったようだな。だが俺の本気の剣はお前には見切れん。今度こそ殺してやる。うん、さあ、その回想シーンはないんですね。アニメではあるんですけどね。ユリアーなシーンがね、ないんですね。あれ、いいシーンなのにな、なんでこうカットしちゃったの。ちょっと気に食わないな。はい、なんでこう真と戦うことになったのかっていう、その元になるね、出来事っていうか。よし、やっぱ北斗百裂拳でしょう。あ、しまった。ちょっとしっくった。真強いからな、これ ちゃんと当てないとね。こうつきまくりなんだけど、それでもやられない。行こう、バースト。少しは上がったか。また同じか。優勢やった。どうも優勢についちゃうんだね。終わりか。こっからだ。それか。はい。よし。え、よし、入ったね。来るか。来た。原作ではこう十字につくんですよね。ババババババってこう。ここまで体験まで見たんだよね。ユリアはどこにいる。俺はユリアの笑顔が見たくて全力で駆け抜けた。軍団を集め、町を作り、
何も不自由がない生活をユリアに与えた。だが俺は最後までユリアの心をつかむことができなかった、ユリアの中にはいつでもお前がいたからだ。だがユリアはもうこの世にいない。何？俺が欲しかったのは力でもマッチでもないユリアだ。あ、こそそそ俺とお前の戦いは永久に決着がつかないんだ。さらばだ、ケンシロウ。あ、ここで鍛えちゃうの。まあ本当オリジナルなんですよね、この辺も。まあ実際の北斗の剣だと飛び降りるんですよね、最後に。貴様の剣では死なんっつってね。そしてユリアも飛び降りたんですよ、このユリア。なんでこの世にいないかというとね、私が死ねばあなたの暴走も止まるっつってね。もうユリアがね、死んでしまったということで、もう目的がなくなってしまったわけですよね、ケンシロウのね。1990X年、あ、世界は核の炎に包まれた。声。海は枯れ、地は裂け、あらゆる生命体が絶滅したかに見えた。だが人類は死滅していなかった。キャッハーかな。やっぱモヒカンですからね。しかしよ、本当にこんなとこにガソリンあんのかよ。ここらは昔工場だったらしい。もしかしたら隠し持ってるやつがいるんじゃねえかと思ってきたんだが、この村すんげえ廃れっぷりだぞ。死にかけのジジイとガキばっかりじゃねえか。くそ、どっかにガソリン落ちてねえのか。この町の人間一人ずつ締め上げて吐かせるか。何か知ってる人間もいるだろう。あ、いいじゃねえか。ちょうどイライラしてたんだよ。おい、ああ、なんだてめえは。一つ聞きたいことがある。ユリアという名の女を知っているか。はあ、何言ってんだこいつ。はあ、なこと俺らが知るかよ。ならば用はない。てめえ、ただで帰れると思ってんのかよ。俺に関わるな。死ぬぞ。おい、ぶっ殺しちまおうぜ。あれ死ねお前はもう死んでいる。なんだこれは。やめろ。すまない。
原作はここから始まるんですよね。水ってね、そう、行き倒れちゃうんですよ。で、牢屋に入れられるんですけどね。ここどこだろう。アップル。はい、どうぞ。少女。あ、さっきの水だ。私の名前はルカ。この人は私のおじいちゃん。お兄さんの名前は何て言うの？ケンシロウだ。ケンシロウさん、よろしくね。ルカ、水をありがとう。生き返った。ありがとうは私もだよ。あなたがあいつらを倒してくれなかったら、私たちが殺されていたかもしれないもの。そのお水は私とおじいちゃんからの感謝の気持ちだよ。この町はもともと自動車産業で栄えた場所での、地下にガソリンや軽油といった燃料の倉庫があったおかげで核戦争の難から逃れたのだがな、缶詰や水といった食料が不足しておっての、村にいた動ける男衆たちは皆食料を求めて町の外に出て行ったのだ。町に残っているのは外に出て行けないわしのような年寄りや幼子ばかり。それを知ってか、燃料を狙いにやってくる野党が後を絶たんのじゃ。さっきあんたが倒した奴らもその類いじゃろうが、そんな者どもの目を欺くため、日頃地下で息を潜め暮らしておる。そうだったのか。それで廃墟のように。物資を携えてこの村に帰ってきた人間は数えるほどしかおらん。ルカの両親も1年前に村を出たきり。この町の燃料が尽きた時、わしらの命も終わるというわけじゃ。ケンシロウさんはどうしてこの町に来たの？俺は人を探している。俺の婚約者で何よりも大切な存在だった。一度は死んだと思っていた。だが彼女が何者かに命を助けられて生きているという話を耳にした。ああ、そこまで話飛んでんだね。生きていたの？ああ、その話がどこまで本当なのかは分からない。もしかすると別人の話なのかもしれない。だが彼女が本当に死んだという証拠を得るまで俺は諦めない。ユリアを探し出す。それが今の俺の生きる意味だ。ユリオ、おじいちゃん、もしかして。え、あんたの探しとる人はユリアという名前なのか？そうだ。こんなこともあるんじゃな。人の縁というものは全く不思議なものじゃ。なんだ言って。少し前のことじゃ、旅の一団が休める場所を貸してほしいと申し出てきた。主人が大きな傷を負っているようでな、重傷のようだった。従者たちがそれは慎重に扱っておったのを覚えておるよ。彼らはすぐこの町を出立したんじゃが、従者たちは主人のことをユリア様と呼んでおった。それは本当か？ああ、間違いない。私も覚えてるよ。顔はちょっとしか見えなかったけど、すごく綺麗な人だった。ユリア、彼らがどこに向かったか知っているか？奇跡の町に向かうと言っておった。
まあ、奇跡の町エデンか。水も食べ物も燃料もいっぱいある、奇跡みたいな町があるんだって。その町は聖女って呼ばれてる人が治めてて、町に来た人の願いを何でも叶えてくれるらしいよ。そんな町があるのか。この町から遠く北の位置にあると言われておるが、本当にあるかどうかは分からん。苦しい現実から目を背けるために作り上げられた偽りの町かもしれん。じゃが彼らは主人の命を助けるため、一縷の望みをかけて奇跡の町へ向かったようじゃ。あの体験版で行った多分町ですよね、エレンが。世話になったな。奇跡の町に向かうの？ああ、ユリアを必ず探し出す。あんた北斗神拳の使い手じゃな。肉体の経絡飛行に衝撃を与え、内部の破壊を極意とする一撃必殺の暗殺拳、北斗神拳。あんたが野党を倒したあの技、間違いなかろう。なんでそれを。まさか生きている間にこの目で見ることができるとはな。北斗現れるところに乱ありと聞く。あんたの無事を願っているよ。慶次郎さん。ルカ、もしお前が奇跡の町に行ったら何を望むんだ。そうね、ビンゴ、一度でいいからお腹いっぱい食べてみたいな。そうか、その分俺が食べてこよう。エデンを歩くんだね。まだ車とか手に入れてないからね。星がすごい。これ核戦争の後ですからね、これは設定としてはね。向かってないか。本当にあそこがエデンなのか。お、というわけで、はい、ちょうどキリがいいところで終了ですね。まあ、間もなく30分ということで、私の一応動画はね、基本30分として、まあ、キリが悪ければ30何分とかなるんですけど、大体人間のね、集中力っていうのは15分と言われてましてね、その倍がせいぜい限界、まあ、多くても45分と言われてるんで、30分にして。オープニングのところはね、大体体験版で体験した通りで、
ね、真と戦ってっていうことでね。ただユリアは生きてるっていうことなんですね。まあ一応死んだってことですけど、それから様々な旅をしてどうやら生きてるんじゃないかということでね。うん。ただすごい重傷を負ってるんじゃないかということで、じいさんからの証言もありましてね。さあ、ユリアは見つかるんでしょうか？エデンにいるんでしょうか？はい。じゃあというわけで本日はこの辺で終了ということで、また次回もお願いします。これで一章が終わりなのかな？一章ないないにとか出てこなかったですよね。じゃあちょうどキリがいいんで、終了したいと思います。はい。じゃあ次回もよろしくお願いします。さよなら。